さあやってきたのはクライミングジムゼロさんでございます。なんだそれ。はい、はい、クライミングって経験ありますか？クライミング、なんか登るやつですね。最近ちょっとな、はい、あのフォートナイトで、うん、いやいいのフォートナイト、フォートナイトハマってるけど、ね、飛べないからな最近、あなた一人でもなんかよくやってますけども。いいだろう別に、はい。まあ、野沢さん確かあの経験はありますよね。何昔ね、ほう大昔な、大昔、ほとんどパオズ山じゃもうクライミングばっかりだったから、うん、いやまあまあまあ確かにそれと一緒にはしないでほしいんですけど、全く違いますから。フリーザさんどうですか？私は2回くらい経験あるぐらい経験。どう クリーニングだから。いやクリーニングなんで合ってます、クライミングじゃない、クリーニングじゃない。 DB 芸人たちがやってきたのは栃木県宇都宮市にあるクライミングジムゼロ。北関東最大級の広さでクライミング未経験の方から上級者の方までどなたでも楽しく快適にクライミングできます。さあ中の方にやってきましたけども、うん、はい、担当のサラさんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。下に似てるの、はい、いや誰が分かるんですよ。ちょっと似てる、ちょっと若干ちょっと似てますけど、確かに似てないです。あ、いや似てないです。知らないでしょサラさん、見たことないでしょ。よく言われます。言われねえよ、そんな有名じゃないから。うちの妻は。ステージ1、まずは初心者がやるコースをやってみましょう。そう、いやでも上もありますよね。そうで、間にこのピンクのテープが貼ってあるので、はい、テープのところだけを使って登っていって。なるほど、だけ、はい、断る、はい、いや断らないで、まあね、ピンクのところだけ。そうそうですね、ピンクだけ、はい、ピンクだけです。はい、ちょっとしかないと、ちょっとしかない、はい、G って書いてあるのは重力が違うのか。いや違います、その G じゃないです。重いのか、ゴールの G、 ゴールの G、はい、でここを両手で持ってゴールになってます。あ、両手でそこ触るとゴール、ね、そうそうそう、両手で持たないとダメ、ダメ、片手だとダメ。そうです、あれね。はい、さあでは、はい、じゃあちょっと見本見せてもらってもよろしいですか？本当にそんな格好でできるのか、ね、え、確かに軽装ですけど、いける？はい、見てるぞ、見てるぞ、はい、両手 YouTube で見てるぞ。YouTube、 いやプレッシャーかけないであんまり、はい、ってのを持って、ほんとピンクのとこだけ、はい、なるほど。あれ他のとこ行ってるぞ。足は大丈夫、足は大丈夫、足は大丈夫、気に入れ。それ手だけ、はい、手だけ、早い早い。で両手で持ってゴール、ゴール、おー、あ、まあ確かにこれだったら、ちょっと待って、簡単、ちょっと簡単そうですけどね、これだったらね。これだったら確かに、片手でいけるぞ、はい、うん、大丈夫です。降りるときは何使ってもいいので、なるほど、はい、気をつけて降りてください。手さえピンクのとこにやっとけば、登るときは手はピンクのとこだけ、はい、足は自由、足は自由、なるほど、なるほど、はい、まずはオラからだ、好きにしろ。セルゲームの時のやつ、フィニッシュを決めるのはこの俺だ。じゃあスタート両手で持ってもらって、両手で持って、それもピンク、ピンク、はい、ですね。あ、スタート、じゃあスタート、スタート、スタートです。聞いてましたさっき、S、話 S、 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 意外と話聞いてない、はい、そうね、こっちこれ、はい、そうです。あ、これ、でこれ両方持ってなきゃだめ、両方持って、で足も両方ついたらスタートですね。あ、なるほど、はい、はははえ、ちょっと待って、ちょっと待って、ね、確かに、ここと、ここがいいかもしれないですね。やりづらいスタートするか、いいですよ、あ、もうスタートしました。ここ掴んで、さあ、で、ピンク、ピンク、もう落ちたら死だからな、はい、この赤いところ、見て、赤いところ、やば、いや、でも結構しんどそうね、そうね。で、足上げて、右足曲げて、うん、お、早い、左手、で、タッチでゴール、はい、OK です、ナイスです、OK、なんだよ、おい。こんなの。いや、まあまあ初級ね、初級編、こんな程度、まあ、OK です、はい、上手ですね、そうだよ、ウォーミングアップだ、そうそう、ウォーミングアップですから、これは。あ、降りるのが結構大変、降りるのはもう自由ですからね、見えんからな、多分、はい、ガニ股、いや、いや、かりんとうの、かりんとうの寝てちょっと休憩したいでください、ね、よく寝れたな、はい、夜ね、 OK です、はい、ナイスです。本気を出してやる、そうね、グローブ外して、あ、重い、お、重い、うわ、早 い、 早い、圧倒的スピードだ。さあ、はい、じゃあ足を置いてもらって、置いてからがスタートですね。なんだ、置かないとスタートです。最初ね、止まらない、最初ね、最初ね、はい、スタートです、あ、はい、あ、いける、いける、で足を上げて、で、手の、あ、そうか、使うのはピンクだけか、そうなんです、ピンクだ、ピンクだけですよ、足を上げて、そう、右手を、そう、で、次、あ、でも、オッケー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 、はい、ゴール、ナイスです、終わり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 、はい、オッケー、いやいや、なんなん、ぶら下がって、そんな死はなかったのよ、なんでそれ、はい、しがみつい、足を置いてもらって、はい、スタート戸惑うな、確かに、どこでもいい、確かに、はい、置いた、さあスタート、はい、ヤモリじゃない、
尻尾あるしね。ヤモリだろ。珍しい。ヤモリ。レアな。ヤモリーザかな。ヤモリーザ。はい。ナイス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 ヤモリ。はい。なんですか。ナイスヤモリです。ナイスヤモリ。はい、ナイス。何？ナイスヤモリ。続いてステージ2。DB 芸人の皆さん、最初のステージは楽勝だったみたいなので、次は少しレベルを上げます。次からあの壁の主傾斜がついてきます。物多いね。かなりボコボコしてますよ、さっきと違って。はい、風呂の椅子みたいなハマってるから。ハマってますね。そうですね。こっから難しくなってくるので、はい、ドドリアみたいな。ドドリアの。ですね、新生児の耳みたいなのもありますけど、耳系のもいっぱいあるな。俺はどこだ。さあではまずサラさんの見本を見せてもらってもいいですか。はい、わかりました。できるんだ。本当にできるのかな、うん、そうね、できるわ。あれちょっと見ものですよ。下に見ないでサラさんの。やっていきますね。はい、スタートは結構ここでいって、うん、ちゃんと黄色だけ使ってね。ちゃんと使ってる、はい、使ってる使ってる。綺麗ですね、フォームが。なるほど、あそこ行って、うん、おー、でも早い、早い。はい、これでゴールです。なるほど、はい。そこまで大差はなさそうだ、うん、そうですね。よいしょ。はい、こんな感じで。さあ、お見事ですね。こんな感じで。はい。おー。さあ、じゃあ今のような感じで黄色だけを。これ巨人の一部じゃないか。ああ、あるな。いやいや、確かにちょっと ね、あの超大型巨人の一部が埋まってんじゃないか。になってるから。あ、こういうこと。そうそうそう、はい、さあ、スタートです。左手を。どこだ。こっちこっち。これこれ。いや、無理ですよ。あ、いったいった。いけたいけた。いや、無理。あ、危ない危ない。あれ、あと場外。場外。場外。いや、展開地武道会の展開地武道会のルール適用したいです。次ここなんで、あー、一回右足上げた方がいいですね。足をここのちっちゃいの組んでもらって、これ。ちっちゃ。ほら、これ見たよりもやっぱりね、難度高いみたいな。結構小さいところに。あれ、左手、あ、大丈夫ですか。両手で持っても OK。そしたら右手に足かかってね、かかってます、あれ。かかって、かかってないよ。大丈夫、大丈夫。あら、ついてる。大丈夫、OK、OK。じゃあ、左足上げて。お、お、いたの。あともう一個、もう一個。あ、そうそうそう。お、いた。お、ちょっと安定してから。そうそう。あ、いけるいける。頑張って。あ、いけるんじゃない。ナイス、ナイス。足はこの、くらいに。さあ、ちょっと怪我だけね、しないように。はい、オッケー。さあ、ゴール。おぉ、うまい。ナイスです。素晴らしい。上手ですよ。ナイス。どうした。さあ、お、もう降りていいんですよ。降りれます。だから寝ないで、いちいち。かりんとうじゃないから。かりんとうしたら引きいいから。よいしょ。はい、ナイス。すごい。こっちだな。そうですね、引っ張ってください。さあ、これベジータさん。次が、次ここですね。ここか、はい、いや、あんまり行くとあれだから。そうなんです。こうだな。お、お、さあ、スタート。お、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 頑張れ。お、ナイス。右手を、うん、あはい、ここから。そうそう。おーおーおー、あれ、今あそこ、なるほど、なるほど。今のところよ。あの、そこなのよ。そこが鬼門なの。そう。右足をちょっとちっちゃいの踏んで。いや、だからね、それはね、ちっちゃいのって、うん、あの、頑張れ。さあ、頑張って。いけいけ、大丈夫、大丈夫。狭い、狭い。他はもう気合い。ベジータちっちゃいの。行きなさい。さあ、いけるか、いけるか。やりますよ、やりますよ。おー、うまい、うまい。頑張って。ナイス、ナイス。よし。お、お、ここまで来たらいけるんじゃないか。頑張れ、もう気合いです。ベジータ、行け。もう気合いだって。気合い、気合い、ナイス、ナイス。よいしょー。ベジータです。危ね。カカロットよりは早かったぜ。いや、ちょっと危なかったですよね、ベジータさんも。あの、うん、サラさんが、うん、一回、あの、ちっちゃいのを気合いしろって言うの。ね、今ね、言ってたね。あれ、あれね。あ、いい、寝てる、寝てる、寝てる。ベジータ。魔人ブーみたいになってますから。ベジータさん。なんだ。はい。オッケー。ベジータは無視したの。あの、ちっちゃいの。まあね、あそこ。あれ、あれね、サラさんね。あれって。騙してんのよ、あれ。あれは経由しないといけないんだよ。いや、違う、あれ絶対乗れねえぞ。これ乗った方が絶対いいです。ね、絶対いい。絶対いい。俺は俺のやり方に登る。そうそう、ね、でもちっちゃいのちょっと経由してみますね。経由して。当たり前だ。わがままの極意だな。まずこちらですよね。はい。え、で、スタート気をつけろ。ここ、ね、序盤きついぞ。こう。そう。あーあそう。そしたら右足をちっちゃいの。さあ、ちょっと経由してくださいね、そこのちっちゃいやつ。右どうする、右。で、ちっちゃいの踏んで。いや、ちっこいの難しいですよ、これ。あ、でも一応経由してますよ、大丈夫ですよ。はい。して両手、両手、何が、両手にする。右手のとこに左手を持って、両手離して、あ、そうそうそう、あ、はいはいはい、あ、でもそれでいい。一回万歳、万歳、万歳、万歳。あ、おー、ナイスね。お、いけるか、大丈夫か。はい、右足、その黒いのに、はい、で、ゴール。お、来た。ナイス。お、いけた、いけた、いけた。早いんじゃない。よいしょ。いいですね。うまいですよ。すごい上手。いやいや、お疲れした。いやいや、お疲れしたじゃない。もう、適当に。よいしょ、お見事。あ、でも今のちっこいのいけましたよ。
ちっこいの足かけて、はい、さあどうですかサラさん今のところこの3人は、はい、えフリーゾー様が一番上や素晴らしい部下にして差し上げましょう。いやフリーさんはね、うん、ほぼサラさんの言うこと聞いてなかった。いや聞いてました経由してましたよね。聞いてますよ、はい、ちゃんとあのねあちっちゃいとこねちっちゃいとこあそこね、はい、そうかけてます、うん、続いてステージ3さらにレベルが上がります。岩を使って、はい、これが無理だと思う、結構、うん、はいここですね。いや結構しんどそうよこれ角度、うん、ここ両手で持つと楽です。なるほどあそこ両手で持つと楽、はい、両手です。いや、はい、結構ここいやすごいね角度すごいよ、はい、いや見てるにはね簡単に見えますけども、ねうんはい、腕を伸ばしましょう伸ばす伸ばす伸ばすためあなるほどなるほどそうそうそうあうまいですよちょっと待って相当腹筋使うぞこれねまだそうね、はい、ちょっとここにまず乗せて、はい、ですんげー引っ張ってくださいそれをすんげー引っ張るすんげー引っ張るすんげー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 引っ張る左手大丈夫かこんな角度ですけどそのままパッてここそう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 そしたら次右足をちょっとずらして右足をずらす右足をずらすここそうすると右手が出ると思いますこのどこにどこにここにここにスイッとスイッとスイッと音おナイスでそこで両手ですよね両手にしちゃいましょう両手にすると楽そうしたら右手が出ると思うんでポイッと、はいうん、おいけるんじゃないいけそうよいけそうよあとちょっとあとちょっと気合でここは出ちゃいましょう OK いったんじゃない頑張れおおよいしょよいしょうまいナイスですおーすごいやるじゃないですかなかなかうまいえ結構さっき1個やった1個前のとは全然違ったうるせえもううるせえめちゃめちゃめちゃ全然違ったやっぱ難易度いやもう苦しそうだな、うん、いや苦しいいや結構ずらっいやピッコロピッコロぐらいね、うんはい、伸ばしてするお大丈夫か大丈夫か大丈夫かいいですよファイナルフラッシュみたいになってますよいいですよ下のそのまま出ちゃう足をずらすか足をずらすらしい内側にはいこのままスイッと逆逆あーおー両手にしていい両手にしてこっちこっちもう勢いでいけなんかもう行っちゃうかそのまま勢いでこのままうわしんどそうこのまま行っちゃったらじゃ 肩をここにかけてあ肩をかけていや楽になるならいいけどそれそうそれ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 いけるいけるじゃないあー今違う違う触ったなんか違う触ったの見ました間違えちゃったさねいけるよしよしいけるいける頑張れ頑張れさあ右手をついたらゴールですオッケーおーよいしょすごい危ないこの人触りました別の触ってないちょっとね触ってない触ってましたいや痴漢みたいになってるからそれでも俺は触ってないいやちょっと冤罪だよ多分フリーズさんはこっち右手持った方がいいですよねあ、こうそ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 うスタートが違ってスタートがで、そこに左手、はい、そうそうそうです、はい、そしたらそのまま行っちゃうか足を動かすか動かしてその上の行くのかえ行くのかどうすんの行くのかえそのままスイッと右手をスイッと行けるかスイッと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 左右手でそこ怖いその上をおーオーケー危ない一回両手いいですよえすさあそこ両手にしてこう両手そうあいいですよはい右手を出しちゃいましょうえ一回寝るか一回寝る一回寝る一回寝る最後に一回避けるか避けるか一回避けるか一回上にエアコンがあると思ってけ上にエアコンがあると業者業者だと思って今日気合いださあエアコンだエアコンだあーダセーなちょっとフリーザーは一回アルコールを入れてからの方がいいみたいな余計危ねえわ死んじゃうでしょ、ね、これちなみに一番難しいの100としたら今のどのぐらいだ今のはでも3とか 3? 100だよそうですよ嘘たったの、はい、100は3だよ100のうちの 3? 3、まあ、本当に初級も初級の方ですから100あって3だよ10とかじゃなくて 3? 3 嘘続いてステージ4意外に DB 芸人の皆さんクリアできたようなのでもっとレベルを上げちゃいましょうじゃあこの黒をやっていきます黒、はい、黒ちっちゃいぞ、はい、黒ちっちゃい確かにそれ、ここからは、もうスタートはここ両手で、はい、足もこのテープがついてくるところをもうスタートとしてもう結構確かにスタートがもうそう、うん、これやらないとスタートしたことにならないので、はい、注意してください
はい、じゃあ登ります、はい、黒だけを使って登っていきます、うん、手も足も黒だけですよ、はい、もうこれね、スタミナ消耗しねうちに登った方がいいの。確かに。あれ壁はいいの。壁はいいの。壁も OK ですね。石じゃなきゃ、そこが5、はい、これが、これちなみにあのマックス100でいくと、はい、今のコースはどれぐらいのレベルですかね。これは20から30。うわ、だいぶ上がりましたよ。上がりましたね。上がりました、ね、だいぶ上がりましたよ、ね、でもそんなもんか。じゃあちょっとフリーザさんからいってみます。でも見た感じさっきより簡単そうだ。いや、足どこでもついていいわけじゃないですか、ね、です、黒だけ。はい、あ、え、あ、ダメだ。え、なんだ、もう早くない？浅い。あ、なるほど。そう、深くない。なるほど、なるほど。それ貴様の人間性だ。浅いな。人間性まで否定するな。もうちょっと腰を。いや、確かにもう辛そうだもんな、スタート位置が。そう、これでスタート。手は基本伸ばした方がいいです。これ浅いですね。で、こうして、こう。そうですね。はい、こう。はい、こう。はい。おいぞ、早い。ポンポン行って。はい。左足を1個上げちゃって、黒だけですからね。そうで、右足もスタートに上げちゃって、そこがフリーザがいけなかった、うん、そうそう、頑張れ。ここで両手にして、おお、ナイス、直でいった。そしたら左足を上げて、おいけるんじゃない。ここまだ上があるの。おお、いないや。わ、すごいで、これ両手、両手で、はい、おお、いった、すごい、きた、きた、すごい、よし、きた。あ、危ないな。素晴らしい。3から20に。いや、あれ、いや、なんでバルログ、はい、あ、壁からね、降りたからね。ひょーじゃない金網じゃないから、ここはい、じゃ右足、左足ですね。さあ、でも結構野沢さんで駆け抜けた感あったから、最後で。いや、そうそう、もうね、スタミナがね、切れるの。あ、白いもんね。いや、いや、まあまあかな、じゃない。タオパイパイじゃないです、タオパイパイ。おめえ、今、白いの持ったら。いや、黒かったかな、この辺。いや、ちょっと、そこ上がね。はい。さあ、もう一回。はい、ここですね。改めて。さあ、よく見て、足を上げて。そう。頭を使っていきます。あ、でもいいですよ、いい感じ。浮いてる、足浮いてる、足浮いてる、ライト、そっち行く。お、あ、今ちょっとしれえな。まあ、いいです。これ黒ですよ。お、いけるんじゃない。おナイス、よいしょ、まさかの、すごい、よいしょ、素晴らしい。当たり前だ。意外といけましたね、ベイジャさんも。いや、あの、ケンステージの、あの、ガイルステージかな、の後ろにいるやつ。ケンステージの船の上に。ケンステージあった。一つ詳しいから。よくわかった。一つ詳しい。続いて、ステージ5。最後に中級者のステージをやってみましょう。これができたら、エリートサイヤ人です。多分みんなできないと思います。できないと思う。はい、逆にもうこれできたら結構驚く。すごいです。驚く。初心者でこれできたらすごい。すごいです。なるほど。はい、じゃあ行きます。やっぱ体重軽い方がいいよ。まずそこ行って。右。そしたらもうここからピッて行きます。はい、軽そうに見えたよ。そう、はい、ここ一回浮くんだ。ここ何、これ一回スパイダーマン的な感じを経由して、はい、でもここはこっち行きます。いや、はい、なんでその、はい、離せる。そう、はい、ここですね。ここは壁を当ててもらって。いや、壁を当てて。そこ壁を蹴るのか。はい、壁を蹴っていきます。いや、途中のその、なんかこう、なんかラルクアンシーのすごいひねり方でな、この状態、あれあれ、ラルクのあれなんだ、あれ、いいんです、すごい、あれやるとすごい楽になるんで、一回やってみると。さあ、スタートです。さあ、あ、右じゃない方がいいです、ね、右じゃない方がいい、左がいいです、ね、なんでだ、右が出しやすくなります。そう、うん、左手をここ勢いよくスパッと、あと左手を、手をなんででしょ、なんでじゃねえ、よいしょ、おー、いいよ、おー、いいよ、あー、危ない、そう、で、そこは右、ここ頑張れ、右手を頑張れ、頑張って右手はここに、右手、一回寝るか、頑張って、一回寝るか、いや、逆にすごいな、おい、おしまいだ。さあ、もうダメだ、おしまいだ状態。あとちょっとなんだ、もう一人ね、釣りポイントまでは行ってほしかったんですけども、で、左手、はい、左、まあ、分かってそこ、いや、あの、で、行ってそう、右で行きたくなるんで、はい、まあね、はい、で、左手でスイッと、おー、いいよ、今出たんじゃない、で、次でスパイダーマンね、右
足をスッと次で、はい、あラルク変だね、ラルクラルクで、左足をであラルク、あ一回ラルク挟む、おおいいよ、いいよ出ました、ラルク出た、ラルク、ラルク挟んでた、ラルクアンシェルの、ラルクアンシェル挟んでの、挟んでて、左足はそっちだ、ほうがいいですか、はい、戻してもらって、戻してもらって、あそこに戻そう、でそこ行く、お行ける行ける、そしたらここに足を上げて、でお行けるじゃない、おいいじゃん、壁に、はなんだそこ、壁を違う逆ラルクに味しめない、あやだ、いやいや根性で、やっぱあそこが鬼門なのよ、左手、そう右手で行きたくなっちゃうんだよね、そうそう近い方で行きたくなるな、で左、そうここまではねテンポいいの、そうさ、右手、ここまでにいけるんですよ、右足を上げちゃいましょう、右足を上げる、右足を上げる、さっき当てましたあなた、一気に脇腹のとこまでだ、はい、そしてラルクね、さあ、まあ、上げて右足を、そこじゃない、そこじゃない、早いラルクが早いよ、早い、もう無理、もう無理、早いでしょ、劣化がすごかったんですけど、まあ、体力もね、もう体力も、いや結構センズがありゃいいけど、さすがにちょっとここのコースは、はい、我々には難しかったですけども、これセンズかな、はい、違いますよ、それ一番ちっちゃいですけども、フリーザとマロニエールの惑星栃木会議、ねえねえフリーザくん、ひな人形見に行かない、ひな人形、私が、男の子のくせに女の子のお人形が好きなんておかしいでしょ、おかしくないよ、好きなものは好きでいいんだよ、そもそも私がひな人形を好きだなんて一言も、今塩原温泉ではのんびりゆっくりひな巡りってイベントが開催されてるんだよ、おお、温泉街でイベントですか、うん、たっくさんの施設や企業が参加してて、大正時代にできたひな人形が飾ってあったり、いろんなワークショップとかも体験できるんだって、温泉で疲れを癒しながら日本の文化や歴史に触れられるというわけですか、悪くないですね、3月4日には桃の節句イベントで十二一重を着られるチャンスも、フリーザくん似合うじゃない、顔白いし、顔色関係あります、それにこの宇宙の帝王がそんな女の子の服を着るだなんて、あーでも重さが10キロくらいあるんだって、フリーザくんじゃ無理か、バカにするんじゃありません、10キロくらい軽々と持ち上げて差し上げましょう、さすが、 あと条件は身長150センチ以上だって、なんですって、栃木 SC チアーズスクールでございます、俺たちこんなことをやりたいのか、いや死んだ方がマシだ下品な女どもだ、100、3、はい、おー合ってますよ、よいしょー、おー強いですけどね、フレイザーはロープなしで上から飛ぶんで、飛ぶ、飛び専門なんで、なぜ飛ぶんですか、いや違うロープじゃない、これ尻尾尻尾、くるくる滑りませんそれ、いや大丈夫です、大丈夫です、はい、大丈夫、滑ってるから、いやその違う意味で、いやでも一番最後ね、あのベジータさんがね、はいはい、登ってる時、はい、あのちっちゃい声でサラさん、かっこいいって言ってました、ね、あれ、ちょっと栃木のブルマになるか、やめてくださいすぐ座って、何やるすぐ座って、ナンパさんやめてください。